それよくねえわ。後で。幸せの、幸せ幸福のですね、当時を取ってタイトルしました。
サチ、聞いてください。Yeah.
今度は新しい作品、6月に出してですね、初めて、昨日が和歌山です。先ほど、店の前でアドベンチャーワールドの話を聞いたすっかり和歌山に行ってしまいました。その1曲目に入っている、All About You、全ては舞い次第というです、ね、タイトルをつけた曲を聴いてください。All About You。小説はありますけど、一説によると、
次にカバーする方がですね、もしかしたら、ビートルズというね、素晴らしいグループの5人目のメンバーになるかもという、話の亡き石の話みたいな、都市伝説なのかみたいな。アメリカのビリー・ジョエルというおじいさんが歌を繰り出します。日本語に直訳すると変なおじさんという、ストレンジャーという曲をお聴きください。少し笑っていただければよろしいですか。ちょっとタイミングを間違えちゃいましたね。
旅する中で、できた曲はですね、オールアバーという、という作品ですね、入ってまして、何を隠そう、お隣のね、大阪の、新世界、通天閣、変なおじさん、そんなものがですね、雑談になって、ネジをくれました、新世界という曲を、お送りします。
鮮やかな喜び見つけて、子供のように笑っていた人、このレビが織りなす静かな時の狭間、壊れないように何かを失い手にする情熱、胸の叫び飲み込むように、いつまでもこうしたそばにいたい、そうっていうのは本当に、
そんな、忙しい中、ね、あらゆる多忙なスケジュールをね、なんか縫って時間を作ってくれる皆さんに聞いて、少しでも笑ってほしいというですね、思いで、作った気持ちの悪い曲がありますので、それをお送りしています。ボイスオンラブに入ってるエンジェルという曲をお送りします。
感謝してます。本当に最後までお付き合いありがとうございます。最後にそこに僕の、スケジュール、今年と1月までの、スケジュールとですね、それから、再来週大阪のバナナホールで、いろいろやったりすることもあったり、この2週間ぐらいも本当関西をうろうろしてですね、変なおじさんの字で言ってしまいますけど、それと、ぜひですね、また今度来られるかどうかわからないんですけど、呼ばれなければ来られないんですけど、もし来ていいという場合ですね、ぜひオールアバウトというの、作品聴いてもらって、一緒に今度歌えたらいいなと思ってます、その中のお祭りをテーマにした、祭りをサイと呼んで、タイトルにしました。サイを最後にお送りします。本当にありがとうございました。沖縄の、音階を使って作った曲なんですけど、カチャーシーって知ってますよね。カチャーシー、あ、知ってます。ちょっといいやつ、まあいいですね、人っぽくていいですよ。ちょっといいやつ、適当にいいです。かき混ぜるという、苦しみも喜びも全てかき混ぜてグルーヴせよという、テーマをもらったように僕は感じてるんですけど、沖縄には行ったこともございません。あ、いいですね。これを四六時中やれとは言いませんので、ね、なんとなく、消えてやっていただきたいと思います。お送りします。はい。Yes, sir.
Thank you.
懐かしいあの店でも新しい人手に渡りふざけて明かしたあの頃何もかも輝いて見えた会うたび変わってゆくこと気づいてみたけど最高や。